こんにちは。前回のそもそもでは、アイデアがそもそも出てこないんだけど、そういった人に対して、実はアイデアを出すということはそんなにハードルが高いものではないよというようなお答えをさせていただきました。でも実際はアイデアを出すってとっても行き詰まりますよね。今回のそもそもではその行き詰まりに焦点を当てたいと思います。前回のそもそもではアイデアとは既存の要素の新しい組み合わせである、このジェームス・ウェブ・ヤングという人の言葉を引用してアイデアのそもそものハードルを下げていこうというお話をしました。このジェームス・ウェブ・ヤングの著書の中にはアイデアが既存の要素の新しい組み合わせ、この原理に加えてその手順も紹介しています。今回はその手順を紹介しながらアイデアの行き詰まりをどう解消していけばいいのか、これを考察していきたいと思います。そういうことでポイントは過程を知っておけば途中で不安にならないということです。手順の中には皆さんが不安になる過程というのももちろん含まれています。でも手順があるということさえ知っておけばもう不安になることはありませんよね。ヤングが紹介しているアイデアを作るための手順、それは5つの段階に分かれています。1つ目、情報を収集するということ。2つ目、情報を咀嚼するということ。そして3つ目が一度忘れて手放してしまうということです。4つ目がアイデアの誕生、そして5つ目がアイデアを具体化する、この5つの手順なんです。5つの段階の1番目、情報を収集するというのはもう当たり前ですよね。何かについてのアイデアを出しなさいと言われればその周辺情報を収集するというのは皆さんが当たり前のようにやることです。2番目の情報を咀嚼するというのはどうでしょうか。集めてきた情報にどんな意味があるんだろうか、それはどんなことに使えそうなんだろうか、組み合わせるとしたらどんな組み合わせがあるんだろうか、アイデアを考えるというもののメインがこの2番目のように思うかもしれません。しかしそこには必ず行き詰まりが出てきます。これ以上どうやってもアイデアが出てこない、そうなったら3番目、忘れる、手放すの段階に移ってください。忘れようとしても手放そうとしても2番目のところでしっかり考えていれば考えているほどその意識はどこかに染みついていると思います。そんな時ふと4番目アイデアが降ってくるんですよね。そして5番目、降ってきたアイデアを具体化する、絵にする人もいれば文字にする人もいるでしょう。そんな風に具体化してアイデアが生まれていく、こういった手順になります。こうしてみると行き詰まりがあって苦しい、そんなことも手順の中に含まれている、またそういった行き詰まりこそ必要だ、そんな風にも思えてきますよね。アイデアを考えるのに行き詰まった、それは大きなチャンスと捉えてください。そして行き詰まるまで考える、この習慣をつけてみてください。以上で今回のそもそもをおしまいにします。